ではそろそろお時間ですので始めていきたいと思います。では、皆さんこんにちは。じゃあ今日はですね。2次試験のまあ対策イベントということで、まあ、再現答案から見る合格答案不合格答案のまあ違いといったような内容で始めさせていただきたいと思います。えー、担当はレクセンに講師中小企業診断士の黒川です。どうぞよろしくお願いいたします。 まあかなりあの多くお集まりいただいて、ちょっとまだあのレジュメ足りてない方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとお時間なんでスタートしていきたいなというふうに思います。で今回のイベントでまあお伝えしたいというところの内容としては、やっぱりこう合格答案です、ね、にまあなっていくために、どう評価。 どういう回答を書けば、まあどういう風に評価されるのかとで、そこでやっぱりあのまあ、今までのま答、あ、練とかやっていただいてでまあ、添削してもらってとかで講師の添削が入ったりしてると思うんですけど、やっぱこう。実際のリアルな本試験のやっぱり対,対策というか、本試験で出題。員側が添削する状況ってまあどうなってくるのかとでどういう答案が？ 高い評価を受けて、でまあ、どういう答案があんまり良くないのかといったところですね、その違いをです、ね、やっぱり明確に意識しながら、ですねの、これからまあ時間があまりないですので、そこをですね、まあ、ピンポイントに攻めていくような形で対策を取っていかないと、ちょっとまあ間に合わないかねと思ってますと、なのでそこをですね、ちょっと今日はあのお伝えさせていただいて、でまあ、何するべきかと。でこの まあ短い時間の中で,です、ね、2次試験までの間で何するべきかというところのまあ課題をですね皆さん一人一人ですね、まあ、出していただければなというふうに思ってますので、まあ、そんな回にしていきたいなと思います。でまあ、あの今回、あのー、その1次試験がまあ終わってで今回の1次試験は合格率、まあ、おそらくちょっと結構高めですとで高めの状態になって。でまああのー ということは一次試験がやっぱり合格者が多い多いってことはやっぱり二次試験受けてくる人たちがやっぱ多いということになってきますとでそうするとやっぱ競合競争がやっぱ激しくなるんでで二次試験ってやっぱり結局最終的な合格者数っていうのがやっぱり決まってるんですよねまあ、決まってるんででまあ合格率っていう意味ではかなりやっぱりあの狭き門になってくることがま予想されるとなんで今回の二次試験今年の二次試験に関してはでもういかにこう い,いつもよりいい回答を書いていかないと、まあ、なかなかあの受かるこの基準にはまってこないというところがあるので、まあ、そこをですねちょっと戦いがかなりシビアになってくるのでちょっとですねあのしっかりとでど,どういうふうに評価されるかというところを知らないとなかなか対策って難しいかなと思いますので,でそこをちょっと強調してですねやっていきたいなという,ふうに思っています。 であんまり時間がなくてですね1時間で、まあ、4事例お伝えしたいんですけど、まあ、基本的には1・2・3が中心になるかなと思いますで、今日はまあ論述の部分で、まあ、どういうふうに、あのー、添削が行われていくのかなというところをちょっと中心に見ていきたいんで、まあ、なるべくちょっと1・2・3です、ね、事例の1・2・3中心にやらさせていただきたいと思ってますでまずです、ねまあ、お手元にあるレジュメですねのところで、まあ まず、予見・説問の方とまと、あ、模範解答・再現答案のそれぞれ2冊に分かれているかなと思いますけどもでまずちょっとここで書かれているのが、まあ、パラッとですねまず予見の方ですかね予見・説問部の方からちょっと見ていきましょうかねパラッとこう目,目次目次を開けていただくと、まあ、事例4つ載ってますとで、まあ 去年ですよね、平成30年、平成最後の2次の事例なんですけど、平成30年のまあ過去の本試験問題ですね、になっていますとっていうところで、そのまあ予見と、説問が載っていてで、これに対してどういうふうな評価だったのかという内容ですね、をまずは見ていきます。でまずは事例1からですね、ちょっと見ていきたいと思います。 まあ受けた人、受けてない人、まあそれぞれいると思います。で、まあ、この事例見たことある人、まだ見てないんですよという方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、ざっくりとですね、ちょっと、こんな事例だったかなっていうのをちょっと思い起こしながら、思い出しながらですね、ちょっと見ていっていただくといいかなと思いまして、でまずこの事例1、A 社ですね、A 社で,とで、エレクトロニクスメーカーという形で書かれていて、まあ、結構、あの規模感の、まああの まあ、そこそこの中小企業というか形ですねになってますで基本的に研究開発の中心の会社だったんですよねで、まあ、自社に工場を持たずという形でやってきて研究開発中心にやってくる、まあ、まあ結構この技術バリバリの、まあ、研究開発中心の会社とだから営業主体というよりかはどっちかっていうと、まあ、技術者が多くという感じの会社 だったんですよねでそこでまあいろんな紆余曲折があってまあ、やってきたまあ、浮き沈みが結構あったんですよねなまあ、いろんなこうチャレンジ挑戦,挑戦しながらやってきて、まあ、いろいろ浮き沈みがありながらも、まあ、やってきましたよっていう流れになっていますとでそんな中です、ね、いろんな組織変更とかもまあ経験したりとかしていきながらっていう会社になっていて。 でまあ、今後どうしていけばいいかとで、まだ家族主義的な部分も残りながらでっていうのがあるんですけど、その辺の人事評価とかも含め、まあ、今後どうしていきましょうかっていう話になってるというのが、まあ、ざっくりとしたストーリーで、でこの中で,です、ね、ちょっとあそんな予見の内容かなとかっていうのをちょっと思い出しながら見ていくと、でまあ、第1問から第4問まである状況ですね、になってます。 で直近のこの、まあ、事例1の傾向、まあ、6ページですね、6ページで、で見ていくと、まあ割と基本的には、まあまあ、オーソドックスな説問構造にはあるかなと思います。で事例1に関しては、基本的にやっぱり説問構造をしっかり,やっぱり意識して取り掛かった方がいい。 もう典型的な事例です、ね、になりますので、第1問でまず何が聞かれてるのかというのは、しっかりチェックしていただいて、第2問でなんだとで、要はどういうことが聞かれてるのかなというのを、まずパーッとチェックしていった方がいいですね。いきなり,いきなり回答をまず書かないというのがとにかく大事で、まずどういう内容を聞かれてるのかをこうチェックしていって、あなんか第1問に関しては、小さな市場ターゲットとしている理由で、競争戦略の視点からとかっていうふうに書いてあると。 まあ戦略的な観点での分析問題ですね、でその理由と、いわゆ A 社としてのまあポジションだったりとか、SWOT、まあの内容をまあ生かす形で、ですねで、ここのどういうふうに戦略に当てはめてるのかなとかっていうことが聞かれてるんですよね。でまあ、単純な SWOT でもないですし、ちょっとやっぱり戦略的な視点が込められていると。 でそんな内容だなというところを意識して、で出題者が求めてくるこう内容ですね、で結構、本試験の実際の現場だと、一時一構かなり注意して、やっぱり見たほうがいいですね。で、見ないと要件に当てはまらないと、で要件、とにかく外れちゃうとですね、評価が落ちるんで、出題者が求めている内容、出題要求を絶対に外さないようにするっていうのが、まずそもそもポイントですよね。 なんでこういうい競争戦略の視点からとかって書いてあるこの競争戦略なんで競争戦略ってきてるのかなとかっていうところはまあ絶対的に意識しておかなければいけないとっていう内容ですよね。まあ、そんなふうに書いてますで基本的にはですねこのちょっともう第一問からねちょっと。 ちょっとずつもう再現答案で評価を見ていきたいと思うんですけど基本的なポイントはでここでやっぱりこう絞り込みたいんですよねフォーカスしたいとで強みでコアコンピタンスがあってでそのコアコンピタンスの内容に強みをフォーカスしてその小さな市場に当て,は当て込んでいきたいとっていうような内容です、ね、がポイントになってきますとなんで、まあ、そういう強みをこうこう少ない経営資源なんでそこをこうフォーカスしてで 一番強みが生きる分野っていうところにですねで集中投下していきたいと、軽資源の集中投下ですね、まあ、そんなような内容が書きたいんですよ。そこがポイントになってくるような論点で、でそれをどう,どうまとめるかですよね。どうまとめるかっていうところで、一応、ちょっとまあ、こっちの模範解答と再現答案が載っている冊子ですね、ちょっとこっちを見ていただきましょうかね。 で一応模範解答2ページに載っていてあなんかこれが模範解答かっていうのをちょっとなんとなく見ていただくとで基本的に模範解答っていうのはあのー、まあ 講師がかなり80分以上の時間をかけて練りに練って作った回答なんで80分で目指す回答とはちょっとやっぱ違うそのさらにこう上にあるようなイメージになってくるんでちょっと練られすぎてるんですねそういう意味では80分で目指すべき回答とはちょっとまあ違うかもしれないですけど、まあ、参考程度ぐらいに見ていただいてでこんなようなポイントを押さえておけばいいんだっていうところはやっぱりあのチェック模範回答からはそこをチェックしていただくという感じですね。 で、やっぱこう、センサー技術ですね。で、コア、まあ、コア技術とか、そういうようなキーワードが予見部にやっぱり出てくるんで、そこはしっかり意識した上でですね、やっぱコアコンピタンスに、を絞り込んで、それを市場にやっぱ投入したいとで。それがちゃんと応用できる分野に絞り込んで、その技術ですね、センサー技術を投入していきたいというようなことですね、が書かれていますと。で、 直近のやっぱり組織論、事例1って、かなりやっぱ強みを聞かれたとしても、かなりコアコンピタンスを導き出すようなところが聞かれることがやっぱり多い、最近の傾向ですね、ここ3年間ぐらいずっとそうです。なので、コアコンピタンスは絶対意識ですね。どこがコアコンピタンスなのかと。は必ず意識してほしいと。で特にはっきり聞かれなかったとしても、ね、このもし第一問が、 ただの強みを聞く問題だったとしても、コアコンピュタンスは必ず意識してもらって、コアコンピュタンスはこ,ここというところは、やっぱりしっかり絞り込んで書く。表面的な強みをただ単に列挙するだけだと、やっぱりあんまり評価高くないと思った方がいいですね。で今回もその、まあ、戦略的に聞かれてるんですけど、やっぱコアコンピュタンスがここだっていうのをちょっと明記しながら、ですね、明記していたらセンサー技術を応用できると。でそこの技術力 研究開発力、それが強みなんですよね、コこアこコンピュータスなんですよね。なってるんで、そこを応用しやすいその市場に絞り込んだって、この一言が結構やっぱりガツンとくるという感じなんですで、ここは結構ポイントで,で、さらにやっぱりこう、競争戦略をって聞かれてるんで、これですね、2行目のところ、差別化集中戦略を施行したと。で、やっぱり一応書いてます。で、差別,差別化集中戦略ですね。 でまあ競争戦略ってわざわざ聞かれてるんでやっぱ競争戦略意識した回答にやっぱ組んだ方がいいかなというところであんまり専門用語ってやっぱ出さない方が基本的にはいいんですけど基本的には専門用語出さない方がいいんですが今回のパターンだと,ちょっとやっぱ競争戦略はどんなものかって聞かれてるんでやっぱちょっとキーワードになりうる可能性がなきにしもあらずだと。 なんでここはちょっと悩んだ末にやっぱりちょっとキーワードとしてやっぱりもう専門用語入れ,入れちゃった方がいいかなっていう判断ですねですで基本的には専門用語を使わない方がいいです伝わ,いで伝わらない可能性があるんで伝わらない可能性があるんで基本的には使わない方がいいですけど今回は競争戦略って形でもし差別化集中って言葉がキーワードになってたらそれ入れてないとちょっとやっぱりあの 採点としては低くなる可能性がなくはないんで、まあ,あくまで試験なんで試験なんで、ちょっと得点の可能性が高い。言葉遣いをなるべくチョイスするっていう感じですね。なので、ちょっとやっぱり余裕感がないと。まあな,なんかここまで判断して書けないところはあるんですけど。なるべく出題者の心理出題。要求をちゃんとしっかり考えて書こうっていう意識があれば、まあなんとなくこうたどり着いてこれるかなというところですね。まあ、そこはあるかなと思います。 <laughs> なんで、まあ、そんなようなところがポイントになっているという感じですね。で、まあ、3行目、で経営資源が限られる中とで、強化すべき中核能力を明確にすると、でコアコンピュータンスをということをですね、ちょっと明確にしながら競争優位を構築して、まあ、競争を回避すると、まあ、そんなような内容で書いてます、まあこれは模範回答なんですけど、ちょっと結構悩み抜いて、まあ、あの練り上げた回答になりますと。で、結構ですね、それに対して、ちょっと次の4ページ。 再現答案ですね。一の方で。これはまあ実際の受験生さん、受講生さんがまあ書いた内容ですねになりますと。でそれを再現してもらって書いた内容なんですけど、まあ、教科評価 A なんで、まあ、こういう内容だともう A 評価取れると。まあ、当然、個別の説問一個一個がすべて A かどうかはちょっとまだあの分からないですけど、まあ、一応おそらく A だろうというような回答でちょっとチョイスしてるんで、ちょっと見ていただきますと。で 第一問ですね、で理由はで、強みであるコアテクノロジーのセンサー技術の強化、活用って、やっぱりちゃんと書いてくれてるんですよね、でコアテクノロジーって言葉でまあここがやっぱりコアになってる、コア技術、コアコンピタンスだというところをまあ強調して、やっぱりちゃんと表現してるんですよね、そこが強化、活用できる分野なんだと、そこをまあ活用したかったんだと、コアテクノロジーを活用したかったんだということは、はっきりとやっぱり書くと。 求めてててるるでであろうことははっきり書いてくれてるんですよねだからすごくやっぱりもう出だしの時点でああこの人分かってそうだなっていう評価にやっぱりなるで日地市場のまあ細やかなで重要に対応するとで同業との差別化ですね、まあ、差別化の観点まあこれを入れてもいいですよねでシェアの維持をするためだとで競争を回避し売上の維持というような形でまあ 差別化集中という言葉はやっぱりまあ書いてないですけど、まあ、競争を回避しとかで差,別化差別化を図るとか競争の回避とかっていう言葉で、まあ、うまく戦略に関する内容競争戦略を表現しているとで一応まあ要件には合ってるんですよね要件に合ってるんで、まあ、これぐらいかけてればまあ A, A なんだとこれが実際の80分の内容です で模範回答だと悩み,悩みに悩んだ末も差別化集中って言葉か、まあ、書いちゃってますとっていう感じですまど、あ、どっちがいいかは実際にはやっぱりあの出題者側のみぞ知るっていう内容なんで、わ、まあ、かんないですけど、まあ、実際にこれでまあ A 評価取れてるんで、まあ、この内容でいいんだとっていう感じですよね。だ大まかな内容、結構やっぱり模範回答とは、まあ、似たり寄ったりな感じはすると思います。なので、ポイントはしっかりと外してない感じですよね。っていうところ。 まあそんな形でですね、ちゃんと出題者の要求するこうストライクゾーンに対して、ボールを投げているという感じがします。まあ、これ、A 評価ですね。で、丸二の人もまあ A 評価なんで、まあ、これもちょっと参考にちょっと見ておいていただいて、で逆に、ちょっとあんまり評価が悪くなるパターンってどんなパターンなのかっていうのをちょっと見ていくと、で8ページですね。 8ページの、まあ、ちょっと際どいところの B になっちゃったパ合なんですね再現とは丸三 b になっちゃった人ちょっと見ていくとじゃあんで B かとでまあ第1問差別化集中戦略を図るためにという出だしででまあ大手が入ってきにくい、まあ、規模の市場に特化したとまあそれはそうですねというところがありますねで自由の先読ができる規模に特化したで自社の独自技術差別化できる市場に特化したことであると。 っていう感じで、まあ丸一丸まる2、で、ポンポンポンと書いてるんですけど、要はコア、コア技術、コアコンピタンスに特化したっていう話が、丸一丸二丸三の丸三だけなんですよね。で薄まっちゃってると、でその並列に並べている丸一丸二丸三の中の丸三が一番やっぱ強調すべきポイントなんですよ。でそこがなんかこう、なんか薄まっちゃって、単なる単純列挙の弊害。<laughs> 単純に言葉列挙するところの弊害ですね。これ、ちょっと気をつけた方がいいと思います。丸10203でまあ、書くことって結構多いと思うんですけど、重要なポイントをなんか丸3番の並列に列挙した。一部分に込めちゃうのはちょっと薄まるんでまずいですと。 で出題者が求めているのは大まかに言うとコアコンピタンスに絞り込んだということだというふうに判断できたのであればそこを一番結論の部分にやっぱ持ってこないとちょっとやっぱまずいと結論にコアセンサーのコア技術に特化するためだっていうふうにまず第一問にばしっと書いてそこから具体的には丸一丸二丸三に落とし込まれてればあの多分評価は高いですで今回の場合はその一番言いたい 出題者が一番求めてることが、三の一部にしか入ってないっていうところですね。だからちょっとやっぱり外してはないけど、評価は低い。得点がそんなに、おそらくこの設問だけでも、まあ、半分もい言ってないと思いますね。おそらく。<laughs> 10点弱ぐらい、20点の配点の、まあ、おそらく10点弱ぐらいのイメージです。になってる。で、競争戦略はど,れど,れど,どこで入ってるのかと。でまあ、そこは 一応第一問もいきなり来てるんですけどなんかちょっと文章構成もあんまよくないですよねだから A 評価の人と比べると、まあ、理,理由をちゃんと先に書いてコア技術に特化してとでそれを競争戦略の観点から説明するという文章なんかちょっとやっぱちょっと違いますよねイメージが。っていう感じ。 まあなんで、まあ、ちょっとした違,、ね、違いなんですけど、ねちょっとした違いなんですけどだいぶちょっとここでイメージが変わってくるっていう感じですね。なので、まあ、そんなふうにです、ね、基本的には出題者の求めていることをまず、まあ、先頭になるべく上の方に書いていただいてで安心感を与えると採点者側に安心感を与えるこの自分は分かってるんですよとっていう安心感を与えていくっていうのがかなり重要になってきますと。 っていう感じまあそんな感じですね。ちょっと第1問、ちょっと時間かけちゃいましたけど、まあ、こんな感じでかけてるといいかなというところです。で、そのまま、ちょっとまた、説問の方ですね、ちょっと戻っていくと、説問の方の冊子の6ページのところですね、で第2問。で、第2問がありますと。で、A 社のこの事業展開について問われてんですね。で 1> 問1のところでは、例社創業以来、最終消費者に向けた製品開発にあまり力点を置いてこなかったと、だエンドユーザー向けじゃなくて、でまあ、どっちかというと、中間業者に対して、まああのまあ、下ろしていくというか、まあ、そういうような B2B ですね、<laughs> B2C じゃなくて、2B の方うにまあ力を入れてますよとっていう感じになっていると、それなんでですかと。 理由ですね、で人員構成から考えてとていう話になっているので、この人員構成の部分を、ね、しっかり意識すると。でそうすると、この予見文を見ると、やっぱりこう営業マンはあまりいないんですよね。どっちかというと技術者重視。技術者重視で,でやってきている会社ですとっていう感じ。まあ、まあ、中小企業にまあ多いパターンですよね。あんまりこう営業重視じゃないと。そうしていくと、B2C で最終消費者、エンドユーザーの 声を積極的にこう、まあ、取り込みながらばんばん製品開発していくっていうよりかはそういうニーズ発想というよりかはどっちかというとシー,シーズしたいというか技,技術しだいなんですよね技術専攻、技術先行の会社で,でなんで、まあ、あの消費者エンドユーザーのニーズをばんばん捉えながらやっていくよりかは自社の技術をばんばん生かせるような製品開発研究開発していくような流れの方が、まあ、得意なんですよねこの会社は。 っていうことがわかるでそれも書き方がやっぱありますと書き方あるんで,でそれをまあプラス的な発想で書くかマイナス的な発想で書くかとでおそらくこの A 社は意識してですねあまあ、意図的にそうしてるんですよねで営業マンが採用できなかったからやむなくこうなっちゃったわけではないはずなんですよ戦略的にやっぱもう技術が、まあ、ここ第1問ですね第1問のコアコア コアテクノロジーがとかコアコンピュータンスそもそも何だったかなっていうのをちょっともう一回振り返ってもらってそういう意味では第一問しっかり意識してコア,コア技術とかやっぱり技術の部分にコアコンピュータンスがありますよとでそこを活かせる分野に絞り込んだんだ,だでそれをしっかりやっていくためにですねやために人員構成上どっちかっていうと技術者重視の構成になっているとであえてなんですよね戦略的にそうなっていると。 だから力点を置かなかった。どっちかというと、最終消費者に向けたものよりかは、B2B の方がやりやすかったってことですね。っていう感じでですね、意図的にそうしたんですよみたいな感じでですね、まあ、書いていただいた方がいいのかなというところですね。で、その辺がポイントになりますと。でいう感じで、ちょっと一応模範解答から見ましょうかね。模範解答冊子の 第2問、説問1ですね、2ページ。理由は、で書き出し、やっぱりここ、まあ、オうム返しでちゃんと、理由についてこれから書きますよっていうのを、まあ、分かりやすく書いたほうがいいですよね。で、理由は、人員構成がその9割、技術者ですと。で、人員構成どうなんですかって内容、一応ま、まあ、予見部にはっきり書いてあるんですけど、一応もう一回書いてもいいと思います。こういう構成、まあ、技術者がとにかく多いですよという状況だから、 まあ最終消費者とのまあ接点がなく顧客ニーズの収集がしにくい状態ですよと、まあ、こ,れでもこれだけだとちょっとマイナス発想というか、まあ、あの営業マンがあんまり少ないから顧客ニーズを収集できないと、だからあんまり B2C はやらないんですよというふうに見えるんですけど、まあ、どっちかというとコアコンピュータンスを生かしてるんだというような書き方ですね、これ ②、丸二番、企業向けの製品開発に人員を集中させると。 B2B ですね、方に集中させると、で効率的な需業転換を行いやすいとっていうふうに書いてます。ちょっと模範解答、ちょっと逃げ,げ腰な感じはしますけどね、まあ、マイナス面とプラス面で、丸一丸2で、まあ、両面から一応書いてるんですけど、まあ、ちょっと出題要求を読み切れてなかったぐらいの感じで書いた内容っていうイメージですね。 まあこんな風に、まあ、出題者がどっちで求めてるのかわからないですけ、まあ、わ私の個人的な意見では、この丸二の方ですね、丸二の方をもうちょっとこう強調して、あんまマイナス面でできないからこうなっちゃったっていうことを書くよりかは、狙ってこうしてるんですよと、コアコンピュータンス生かすためですよと、B2B B の方が生かしやすいんですよとで、そこを分かってて人員構成も技術者重視でやってたというふうに書いた方が、まあ、個人的にはいいと思いますけどね。です でこれをちょっと再現とはんですね、評価 A の、丸、まあ、一の人ですね、また、ちょっと見ていきますと、で理由はですね技術者が9割近くを占めており、まあやっぱここは書くんですよね、まあ、ちゃんと書きますと。で、営業力、市場改善力弱く、最はまあ多様化した人数の対応は困難。 書いてるんですねでこの人もまあ似たようなちょっと模範解答と似てますよね。で「丸2」でコア技術であるセンサー技術に注力コアコンピュータンスのアクセス可能性をまあ高めるとちょっとまあアクセス可能性とかちょっと言葉遣いがむ難しいというか、まあ、実際何が言いたいのかっていうところはちょ,ちょっと読み,読みにくいんですけどまあ内容的にはやっぱり外してない感じですでこの人もちょっとまあ出題要求が見えにくかったんでちょっと「1」の方で。 まあ、マイナス発想の、まあ、言葉を書いてるんですけどで一応、丸二で強みを生かすためだとコアコンビスタンスを生かすためだということはちゃんと抑えてる抑えるところは抑えてるという感じですねの評価になっています、うん。という感じです。で、それに対してちょっと丸三番でちょっと際どく B 評価になっちゃった人ですねでちょっと見ていきますと。 ちょっと時数少ないですけどね、あのまあ、技術者は9割近くを占めているためとで、この人もちょっとこの癖かもしれないですけど、オウム返しがやっぱりないんですよね。何の話をし始めてるのかっていうのがちょ,ちょっと読みにくい感じですねで。高いレベルの技術者を受け入れやすい企業向けのに特化したで、研究力をアピールしやすい製品に特化したからであると。 ちょ,ちょっと多分あの何書いていいか分かんないっていう状況で無理やり書いたんでしょうねっていう感じにやっぱりどうしても読めるでしかも一文がやっぱりちょっと長いっていうのもあんまりよくない結局何言ってるか分かりにくいんですよね読みにくい回答になっちゃってるかなっていう感じはしますだから一文は短く切った方がいいですコンパクトな文章でシンプルにコンパクトにで分かりやすく書いてあげると っていうのがポイントなんでだらだら長くなると何が言いたいのか分かんないと。で、採点者側としては、1、えー、一枚1枚の回答にそんなに丁寧に時間かけて、やっぱり添削はしてくれないと思いますので、もう、どん、バんバン,バンなな何百枚、何千枚の回答をですね、添削していかなきゃいけないと。まあ、もちろん一人でやってるわけではないと思いますけど、もうとにかく大量の 回答をでですすね、ね。していいいかななきゃいけないです、ね、でそれに一枚一枚にこんな時間かけられないんで,でパッと読んでもう何言ってるか分かんないってなったらもうやっぱり点数もう上げることはできない感じになっちゃいますとなのでもうパッと見でもうパッと伝わってくれると高速で読んで、ね、分かるっていう文章が一番やっぱり重要なんで実はよく読めば何か新しいこと言ってるかもしれないですけどね かもしれないですけどなんだかわからない伝わりにくい回答は、まあ、避けた方がいいですんで、まあ、その辺はちょっと、まあ、ポイントになりますと、まあ、そんな感じですねちょっとこの B 評価の人ちょっとやっぱり、まあ、論点自体あまりポイント取られてないですけど、まあ、文章も読みにくいって感じですねです、まあ、そんな感じになっております でちょっとあとは、まあ、設問2もちょっとそのまま見ましょうかね。で、まあ、設問2ですね、第2問、設問2のところで。で、今までやってきたのがという、まあ結構、売り切り型でずっとこうやってきた会社だったんですけど、副社器の方ですね。 で関連事業に着手しましたとっていう風うになってくるとやっぱりいろんなこう消耗品が出てきたりとかまああのコピー機とかだったらやっぱりこうトナーとかまあ、そういうのをこう定期的に変えたりとかじゃあ紙がなくなったから紙ちょっと持って行ったりとかでそういうようなこう継続的なお付き合いというかができるような分野に入ってたんですよねでそれにじゃあどんな違いがあってでどういう狙いでそれやったんですかっていう話ですねまあ、その辺を まあ答えていくような内容なんですけど、基本的にここはまあ,ある程度はサービス問題かなと思います、だそこをこうしっかり、しっかりとこういうところでちゃんと点を取ると、で今までの売り切り型で、1回打ったらおしまいと、1回打ったらおしまいですよっていうところから継続型で,で、長くこうお付き合いしていくような、顧客と接点を持っていくようなスタイルに。 したたかったとそれによって売り上げを安定させたかったっていうような内容が書ければいいんですよ。安定した収益ですよね。だ模範回答とか見てもやっぱ安定収益ですね。従来の受け身の売り切り型っていう特徴だけだとちょっと不安感がありますと。でまあ、時流の先読みから 継続的な取引によってで安定収益です、ね、の確保がしたかったというようなことがかけてればいいんですねで。こういう問題で抜かりなくというかあのちゃんと抑えていくこういう問題でちゃんと得点を取っていくともう満点に近いぐらいやっぱこういう問題は取ってほしいですねっていう感じですで評価 A の人ちょっと評価 A の人だけちょっと見ていきますね 丸一の評価 A で、すねでで今までのやつは取り引が、まあが販売した時点で完了する、まあ、打ち切り型だったよという状態からで今度はトナーとか、まあ、そういう内部部品とかいろいろあるんで消耗品とかがあるんで,で継続的に安定した収入源となる役割の違いがありますよとでそこを狙ったんですということをちゃんと書いてくれてますよね今までの売り切り型ではなくこの継続型になったそれによって安定した収入ですね が実現できたみたいなことが書かれていると。うんまあ、こんな感じで、まあ、こういう問題ですね。ちょっとしっかりと。まあ出題者が求めるような内容をちゃんとしっかり書くというところがポイントですね。であとはですねちょっとそのまま第3問。第3問を見ると。 で今度、組織改変にどんな目的があったかって話ですね。で、こういうところですね、こういう問題。まあ、事例1なんでやっぱり組織人事の問題で、でこの第3問、組織改変のどんな目的があったか、で、予見文にはある程度の情報は書いてあるんですけど、そこからちゃんと考えて答えていかなきゃいけないような問題ですね。で、ほぼ、やっぱりこう、予見文のこう写し書きみたいな回答だと、ほぼ得点は期待できない。 です。ちゃんと考えた回答じゃないと得点はできない問題ですね。それの典型的な問われ方ですね。っていう感じ予見文にはなんかだ電子回路技術部門とか精密機械技術部門とか、なんかソフトウェア技術部門とか知識専門知識別に部門化されていたとかっていうところが書かれていてで、そこから変えたんですと、製品開発とか品質管理とかに変えました。っていう書き方なんですね。 でこれなんでっていうとこ、ね、ことねれが、まあ、要は改変です、ね、組織改変の話なんですけどこれ、なんでっていうとやっぱりこう技術別に部,部署を分けるんじゃなくてでそういういろんな技術を一体化した、まあ、製品開発っていう部署に1つにまとめるということが狙いだったんですよねだこの会社としてはこういうやっぱ技術は横断するんだと。 製品一つの製品にしてもソフトウェアを使いながらまあ部品電子部品が制御されたりとか、ね、やっぱこの専門知識同士が絡み合うんですよね絡み合って一つの製品になることもあるしそういう,こう技術の掛け算で生み出される一つの製品っていうものもちゃんと研究開発できるようなそういう組織にしたかったんですよね。だそこがねやっぱ狙いだとだ専,専門家 専門家の原則とかって組織論のところでまあ、やってると思うんですけど専門家って別にその細かい技術単位で専門家していくんじゃなくて研究開発っていう今時代に求められている製品を一番作りやすい知識の集合体としての部門でそこにやっぱ専門家の原則を当てはめていくとっていう感じですよね。なので 求められているものに対応しやすい製品開発ができる、まあ、そんなこう知識の掛け算ができるような、異分野の知恵を出し合いながら、一つの製品作っていけるような、そんな組織にしたかったということは、やっぱり書いてほしいとで、そこはやっぱり考えないと出てこない回答ですね、考えなきゃ出てこない回答なんで、でこれって事例123すべてにやっぱりあります、絶対的にあるんで。 とにかくその国語の試験じゃないんで、でこの回答っていうものを、この予見文の書かれてる文章をそのまま引っこ抜いて、転記していけば、なんとなく回答になるんだって思ってると、やっぱり点数があんまり見込めない、なんでしっかりとですね、やっぱり考え抜いた回答を書いていくと、なんでわざわざ出題者はこんな問題を用意したのかっていうところをですね、意識して、でそこをですね、やっぱり考えることができる診断士なんですっていうことを、 しっかりアピールすするっていう感じですねそこが重要。で、結果的に、まあ、この問題、こういう手の問題が、まあ、事例123に共通するような、考えさせる問題になってるんですけど、で模範解答、やっぱりいいですよね、こ模範解答、ちょっと見ますね、第3で、目的は、で知識や人,人材のシナジーを促しですね。 まあまあシナジー効果ですよね。で、先進的な製品開発を迅速に行,う行いたいと。で、専門技術者を混成した、で開、開発グループの編成と。で、市場対応力を強化すると。言いたいことはなんか伝わってきますよね。で、サポート業務を集約して、で、開発業務に人材を集中させているとっていう感じですね。うん。まあ、これって結構考え抜かないと、やっぱこの回答は出てこないと思います。 まあそんな目的があったとっていう感じですね。まあ、これはまあ、あくまで模範なんで、ちょっとまあ、ここまでいかないにしてもですね、まあ、もうちょっとまあ、あの、実際の再現とはのが、まあ、わかりやすいかなと。で、ちょっと、さっきから見ている、丸一の人ですね、A 評価の人の回答、5ページですね、五ページですけど、第3問、専門知識別から生産技術別への、まあ、編成えをすると。 まあこんなような編成会があったよってことをまず説明してで技術者のノウハウの結集この辺ですねこの辺がやっぱ現れてますよね知識を結集ノウハウ知識を結集させてコア技術のセンサー技術の高度化の促進まあ結構いい感じで書いてますねでコミュニケーションを促しとで自流を先読みした精神的な事業展開を図る、まあ、行うと、うん、まあなかなかレベルの高い回答ですねです さすがにここまで書けたらまあ,あのもうほぼ満点に近いと思います。まあ、なので、まあ、逆に言うとこれは書けるってことですね合格者はこういうのを書いてくるっていうことなんで,で今回今年の本試験はかなり厳しい戦いになるんで、まあ、やっぱりこれぐらいがバシッと書ける80分で書けるということが求められる感じにはなってきます。 まあそうなってくるとやっぱりそれなりにそのなんでこれをやったのかとかっていうことがまあしっかり考えられるようにしたいですしっていうところです。でその考える時にもやっぱり大体やっぱりあのなんとなくですねまあよくあるのがまあこう専門知識がそれぞれ分かれているのがあったらま合算して掛け算掛け算の世界のやっぱりあの診断試験でよくありがちなのがやっぱりシナジーですね。 相乗効果を求めているんだっていう内容がありがちですありがちなんでその発想で考えればいいとまあ切り分けられた知識ノウハウがありましたとでそれをやっぱりガッチャンコして一つのもっといいものを生み出すんだという組織をさらに人と人との掛け算でまあシナジーを生み出していくと。 というような発想って、まあ、組織論だけじゃなく、まあ、マーケでも生産管理でもありますんで、まあ、その観点で、まあ、診断士試験の中の、まあ、一次試験とかでやってきた内容で考えていけば出てくる内容、まあ、そこに収めていただければいいという感じですね、まあ、なのでちょっとまあよくありがちなシナジーって言葉をです、ね、意識して考えればまあまあそんなに間違って いるようななな内容にはならちょっと事例1だけはちょっと全問ちゃんと見ていきますね <laughs> で。あとは第4問ですね。で、6ページ。この問題の方の冊子の6ページ。第4問ですね。で、まあ大体最終問題が、まあ、今後どうしていくかみたいな将来的な 話になるるような質問がが来るパターンが多いですねで、まあ、社員のチャレンジ精神とかで独創性の維持で、まあ、金銭物理的に金銭でも提供以外にどんなことに取り組むべきかと、まあ、ちょっとしたまあアイディア的な発想も求めつつですねじゃあ今後どうしていくかというまあ解決提案型の回答を求めているという感じですね。 まあ単純に考えるとやっぱりここでまああのハーズバーグとかのまあ道義づけ衛生理論とかまあそういった内容がやっぱり一次試験の知識がやっぱり頭にちらついた状態で回答を考えていくっていうのがまあここは必要ですね。なんでやっぱり一次試験のこれからこれからまだそんなに時間はないですけど一次試験でやってきた内容をまあ復習する時間はもう一回取った方がいいと思います。 で特に組織論で、まあ、ハーズバーグとか,なんかこう代表的なモチベーション理論とかの人たちですねでマズローとかでそういう人たちの理論を応用してなんか回答が導き出せるようにでここだと金銭的な,なんかこうインセンティブとかっていうふうに言ってるんでそうするとやっぱり衛生要因なんですよね。 衛生要因に関してはしっかりやってるとボーナスとかになんか業績の部分が反映されてとか成果主義の部分がやっぱりある,んですよ、ねまあ、あるはあるんですけどそれが単純にボーナスとかに反映されるだけであってで、まあ、衛生要因不満の解消ですよね不満が解消されるようなことしかやってないでチャレンジ精神とか独創性の維持っていうところに直結してるかっていうと、まあ、直結しない で基本的にこう知識的にいくと不満の解消というかその従業員が辞めないという人が辞める理由は衛生要因ですね不満があるから辞めると給料が安い人間関係があんまりくないとで職場環境が良くないという衛生環境ですね衛生面が良くないと人は辞めるで衛生面が良くなると給料がアップする人間関係もまあ意識されている考慮されていると。 環環境境がいいといととううふうになると、まあ、衛生環境はクリアですでもモチベーションが上がってガンガンガツガツやっていこうぜって感じになるかっていうとやっぱりならないですね。人間っていうのはそうじゃなくてそれはまた別のモチベーションを上げるための理,理由道義づけ要因はまた別だともっとやりがいとか達成感の充実とか、まあ、褒めてあげるみたいな、まあ、そういうような認められるとか。 でちゃんとしたそれに対するこう権限が与えられるとか、まあ、そういうような仕事の質が上がってくるような、まあ、そういう内容がないとです、ね、人はモチベーションが上がっていかないという感じなんですよね。だそこをこう捉えた文章で書けてれば基本 OK ですと。まあ、なので、まあ、単純なアイディア問題のように見えたとしても必ず1.5次知識というか一次試験の知識です、ね、を応用する感じで書いていただく必要があると。だそれが診断士としての 助言ですよね,もう書いてますよねこの問題も中小企業診断士として100次以内で助言せよと中小企業診断士としてって何っていうところね中小企業診断士としてっていうのは中小企業診断士が勉強してきた一次試験の知識をちゃんと応用できる応用できますよと単なる自由な発想で書いてるだけじゃないとちゃんと 一時試験知識を応用してますよということがアピールできれば OK ということですね。で、一応3ページ、模範解答ですね。見ると、取り組むべき内容ですね。役員以外から部門長の登用ですね。で、事業目,目,目標の付与と、権限以上ですね。を行い。まあ、権限以上はここで言うと、キーワードかなと思いますね。権限以上。仕事の質を上げてあげると。 まあ今までこう役員というか、創業者というか、役員とか、その辺が中心でやってたこととかも、やっぱりもうちょっと権限を下ろしてあげてと、部門隊の評価と管理者の育成、マネジメントですね、中間管理職の育成を行って、その人たちにまあちゃんと権限を下ろしてあげると、その人たちに頑張ってもらうとっていう体制作りですねをしていく。 結構ありがちですね、ありがちな問題ですね。で創業一族がずっとこう権限握ったままになってるとか、もう社長ワンマンでやってますよとかっていう会社で、そこを今後どうしていくかっていう話になったら、大体権限以上は出てくるんで、この辺はちょっとよくありがちなパターンです、ね、になります。権限以上は常にやっぱり頭の片隅に置いといたわけですね。権限以上するかしないかできたら、もうとにかくする,するっていうパターンになる場合が99.9%ですので、権限以上していく。 で今後は組織で頑張っていくみんなで頑張っていくような会社づくりをしていくという感じですね共同プロジェクトの主導とか知識のまあ磨き上げ挑戦ができる環境の整備と,という感じですねうんでちょっと再現等は見ますねで丸一の人の評価 A5 ページですねで4 第4問、開発テーマの決定権についての権限以上により、同義付けを行います、まあ、積極的なアイディア提案の評価項目に加え、挑戦意欲の醸成という感じで、やっぱり権限以上書いてくれてるんですよね書いててくれてますし、それが同義付けになるんだって、ここ、同義付けってわざわざ書いたってことは、かなりこの人の頭の中にはハーズバーグがいる感じですねで積極的なアアイディア提案の評価と いう感じですね、まあ、こういうのも評価する、まあ、公平理論とかもそうですねアイデアをせっかく出してるのになんか評価されてこないとか公平に評価される評価ポイントにちゃんとなってると、まあ、そこも意欲ですね意欲相乗であとはまあ希望能力の考慮した人材配置とか研修制度の充実だとか指揮とやる気の引き出すの施策と、まあ、こういうまあ研修教育、まあ、こういったようなところも、まあ、一応書いたという感じですね うん、でこういうなんかこう一文、まあ、ちょっとなんかアイデア論っぽい話に関してはまたの後のまの、あ、残り2行で、まあ、書き足したような感じですねでまあうまいですよねもしかしたらこの辺があの何点かプラスになってるかもしれないですよねだからこういうのは一応書いといてでポイントは絶対外さないでそのポイントになりうるところはなるべく冗談になるべく文章の前半に持ってくるという書き方ですね で思いつきではやっぱ書かない方がいいですね。で何書こうかなこの辺がポイントだろうなと出題者は多分この辺を求めてるんだろうなを一回整理してから初めてマスに埋めるようにしていただいてで整理する前にいきなりマスに書き始めないってことがとにかく大事ですね。焦らずしっかり整理してからマスに埋める、まあ、そんなことをしていただくと結構まあ上手な書き方評価されやすい書き方にはなってくるかなって感じですね。 でちょっと B 評価の人見ますね。B 評価の人見ると9ページですね。9ページで第4問。丸1で、時流を予測した長期視点の研究を評価するプロセスを導入し A 社の強みをさらに伸ばす。 まあ長期視点の研究を評価するってこと自体はまあいいと思います結構まあ発想としてはいいんですけど、うん、じゃあ自流を予測した長期視点の研究を評価するプロセスってじゃあもうちょっと具体的に何なのかっていうところがちょっと分かりにくい具体性がちょ,ちょっと欠ける感じですねで丸二番大学などの研究機関に社員を派遣して技術レベルの向上、まあ、これはアイディア発想ですね さっきの A 評価の人のまあ残り2行で、ちょっと研究、あの教育とか育成とかの部分にちょっと触れたような内容を、まあ、こっちは逆に具体的に書いてるという感じですね。で、ー、まあ、さん、学会発表など促進、で外部のアプリの機会を増やす、まあ、これは確かにモチベーション上がりそうですけど、まあ、かなりアイディア発想って感じですね。です、うん、で、権限以上って言葉がやっぱり出てこない感じですよね。仕事の質の充実。 でそれをしっかり仕組みとしてやっ,ぱやってるんだ会社の仕組みとしてやってるんだっていう感じをやっぱ出したいですけどそこがやっぱないとちょっとやっぱ評価は下がってくるかなって感じですね、うん、まあそんな感じで、まあ、なんとなく分かりますよねなんか A 評価の人と B 評価の人って結構差があると差があることがやっぱり見えてくると思いますんでこの,この辺のちょっと違いから A 評価の回答、まあ、こういう回答がいいんだということをしっかり認識して、じゃあ、ここを目指すんだと、目指して、目指しながら、常にこれからやってくるいろんな答弁とか本試験問題をバンバン解いていくという感じでやれば、おのずとですね、A 評価を目指して、め目指すべきポイントが明確になっていれば、まあ、成長しやすいので、まあ、そこをこう目指していくような感じですね、になりますと。という感じで、まあ、こんなふうに評価を使っていただければと思います。 で残り時間でちょっとかいつまんでですね、事例2と3のところをパーッと見ていこうかなと。基本は一緒です。基本的な考え方は一緒なんで、評価のされやすさとかも、事例2も3も基本的には1と一緒です。まあ、そんなに変わらない感じですね。なんで、基本、ベースは一緒なんですけど、ちょっと 2, 2特有の内容があったりもするんで、その辺ちょっと見ていきます。 で直近の事例2に関してはあの傾,向傾向でいくとまずあの根拠が少ないですよね。予見文に根拠が少なくて書いてないことが多いもしくは余計な根拠が書いてあることが多いという感じで,あのなんですか、ね、何を書けばいいのかというのが、まあ、分かりにくい問題がすごく多いんですよ、事例2って。 ででももななんととくかけちゃううことも多いいっていう感じなんですねだからなんかかけちゃった感があるんですけどか,かけたなっていう感覚が残る場合が多いんですけど実はあんまりそれって求められてなかったことだったりもするなんであので感覚できたっていう感じがしたとしてもちょっと要注意ですね。事例2の場合は要注意で本当にそれなのかとで求められているものってそ損なったのかなとかっていうところはちょっと慎重に。 慎重に捉えたほうがいいなというところがちょっとそこが怖いのが事例2ですねだ根拠が不明確根拠不明確な問題が多いっていうのがちょっと最近の傾向ですねで結構まあだんだん業態もちょっと安定してきましたけど突然商店街が出てきたりとか、まあ、いろんなことが起こりうるんで事例2はですねもう何が起こるか分からないとっていう感じですねで それの一番困ったっていう問題が、まあ、基本的に今回この12ページですね12ページ説問ちょっと見ていただくと第1問第2問第3問第4問って4つあって25点ずつっていうまあまあ綺麗な配点になってたんですけどまあざっくり言うと第1問第2問は、まあ、あ,のある程度予見文から内容は想定できる話。 なんですね。だここは予見文をしっかり読んで,です、ね、過去問しっかりやってる人だったらまあちゃんと普通にできるここではあまり差がつかないですねここでは差がつかないでも第3も第4もで差がつくんですよでここっても単純に予見文に書いてあることではない内容で割とですね考えて書かなきゃいけない論点だったとでそれがより ちょっとシビアに来てるのが第4問だったかなって感じですね。で、第4問、ちょっと見ていくとで、この B 社ですね、ちょっと旅館だったんですよね、で、名札、古札がとかっていう感じで、結構いろんなこう歴史的な文化の、まあ、その辺のですね、あの拠点になっているような地域に根付いていて、で、まあ、インバウンドとか外国人環境感もかなりやっぱ増えてきているとっていう状況の旅館業なんですけどで、その状況の中で夜の活気ですね。この辺も、 いろんなライトアップとかがあったりとか、まあ、そういうのがあるんで、でそこから B 社、ね、宿泊需要ですね、<laughs> 生み出したいよとで、どんな施策を行うべきかってなっていて、でここも結構難しいんですよ、で書き方難しくて、で実は第2問でメインターゲット層を明確にしながらっていう問題が問われてるんですねで、ここで多くの人はインバウンドって書いてるんですよ、まあ、ここは多分 99.、99.9%の人はインバウンドで書いてるはずです。 でここはだいたいインバウンドは出てくるんですけどでそのインバウンドそのまま引きずって第4問を見ていくと結構きつくてですねでよくよく見るとここメインターゲットになっているのでメインはあくまでインバウンドですけど外国人観光客だけじゃないですねそこだけがあの顧客じゃないのでメインもあればサブターゲットもあるんですよねなのでメインターゲットとサブターゲットも意識して第4問を書いていないと結構ここちょっときついと思います。 でなぜならばメインターゲットのいわば外国人観光客の人たちはもう宿泊場所も決めずにです、ね、日本に旅行を来るってことはまずありえないで突然なんかあそこ、そこにいるなんかあの花火とか見てる人をちょっと呼び込んでちょちょっと今,今晩はこちらへみたいな策が通じるとは思わないですよねなのでそこはもっと事前にもう旅行を検討しているプロセスの中でやっぱ提案していかなきゃいけないと。 まあこういう花火大会、こういういライトアップとか,なんか花火とかこんなのやってるんですけどでその後は、こっちに B 社の旅館が近いんでまあこっちに泊まるようなそういういツアーの提案とかそういうのが入ってきたりとかでサブターゲットのじゃ観光客以外の人向けにはじゃああのバスの時間とかまあその駅,に駅,まで駅まで戻ってということがあるんだったらもうそのまま。 B 社に止まってしまってもいいんじゃないかみたいな、まあ、そういう需要ですね開拓もできるんでその2系統でやっぱ書いていかないとちょっとつらいかなっていうのはありますなのでターゲット意識ですねターゲットだ事例2のまあ肝になるのはターゲットですねターゲットの部分は肝になるんでまあターゲットを問われる問題に 逆に言うと、ちょっとターゲット引きずられすぎないで、メインがあればサブもあるよという、ちょっと引いた発想というか、あの落ち着いた発想でやっぱ考えていくと。インバウンドだけで埋め尽くされてると、ちょっときついですね、っていう感じになってきますんで、その辺も含めた、ちょっと落ち着いた回答内容をしていかないと、結構かけちゃうんですけどね、かけちゃうんですけど、結構つらいというところがあると。 ということで、ちょっとここ再現とはですね。A 評価の人からちょっと見,見たいんですけど、ちょっと17ページですかね。その回答、再現とはの冊子の方の17ページ。A 評価の丸一番の人ですね。第4問。ちょっと書き方の参考にしてくださいねと。で試作はとで。夜間の X の祭りの見学とか3社ですね。引きの体験ツアー。 でグルメツアーとかでもろもろこういったツアーの提案ですよ、ね、を、まあ、しているとで事前検討の段階からですね例えばメインターゲットインバウンドにするんであればこういったもう最初からそういうツアーをもう企画しておくとで地域ボランティアと連携しため名札古刹とかっていうところのライトアップの観光ツアーの実施とか、まあ、こういった、まあ、夜の需要も取り込みながらそのままこう宿泊してくるようなそもそもそういうツアーが 事前に会ってで、そこに申し込んでもらってで、来てもらうというところですね。でそこをまあ訴求して宿泊事業を生み出すと。で書いてくれてるんです。まあ、こ,こ,この人はまあメインターゲットを中心に書いてますけど、メインターゲットを意識してるんだとしたら、まあ、あのかなり。 より良いというか、その無理のない回答ですよね。で、ここをなんかその場でライトアップを楽しんでる人をそのまま呼び込んでみたいな回答になってると、ちょっとま,あまずいと。多分お恐らくそういう回答はあんまり評価されないですね。っていう感じなんで、結構こういうツ,ツアー提案でうまく。うん。っていう感じ。なんで、結構無理があるの。うん。 ちょっと無理があるなっていうのがその、まあ、B 評価の人ですね、ちょっとそのまま21ページ、<laughs> 21ページ見ると、でま、ず周辺の飲食店、地元の、まあ、老舗、商店との連携ですね、でまあ、そういった、まあ、プランの宿泊プランの造成だとか、ライトアップした名刹への送迎、まあの手配、交通手段などを記載した夜の観光マップの,観光マップの作成、まあ、このマップの作成はいいと思うんですけどね、ただ、リッチアクセスをアピールするというふうになっていて、 これが事前ツアーとしてもう企画化されているものとしてやっぱりしっかり書かないとでその場の観光マップの流れで,でその場の流れでいきなり宿泊場所に来たりすることはないはずなんで食べ物とかいいですよ食品なんかこう夕食何食べるとかでまあ温泉どこ行くとかそういうのはその場のプランから。 観光マップを見ながらなんかこう巡っていくことはありうるでしょうけどそこを宿泊場所まで決めてないってことはないと思うんで、まあ、その辺はちょっと無理があるなって感じですねこれをやるんだとしたら観光客以外のターゲットに対してやった方がいいと外国人じゃない人ですねインバウンド以外の日本の人だったらま,あまだ可能性はありますけどねそこは結構ちゃんとターゲットを切り分けてですね書いてあげないとちょっと出題者側には響かないかなって感じですね なるべく現実的に書いてくださいねと,という感じです。<laughs> ということで、まあ、事例にです、ね、この辺ちょっと注意という感じです。単なるアイディア論で求められているように見える問題でもちょっと結構あの、ターゲットをかなり意識したマーケティングの発想がないとちょっとあんまり評価はされないよという感じですね <laughs> で。あと最後、事例さん。 まあ結局、ちょっとあんまり時間がなくなっちゃいましたけど、ちょっと最後、自衛んですね、さっと見ていくと、で、例さんの傾向は、とにかくやっぱオーソドックスな問題が多いです。で、出題要求も分かりやすいです。なんで、何聞いてきてるのかはよく分からないみたいな問題は少ないですね。なので、事例企業のイメージをしっかりつけて、で、かつですね、あのー、それなりにちゃんとですね、まあ、ここも生産管理の復習、しっかりやってもらって、 で一次試験の復習ですねで、しっかりやってもらうと。で受注生産のメリット、デメリットとか、じゃあ、見込み生産のメリット、デメリットとか、じゃあ、その受注生産に見込みを入れていくとかもそうですし、でまたはいろんなこう作業工程でまあ使えるようなツールとかで、7つ道具とかもそうですし、その辺をしっかりこう復習した状態で、やっぱり臨んでほしいというのがまず第一です。で今回ちょっととポイントとなる問題がこう あの結構、図が最近多いですよね、図が最近多くて、でこういうマンマシンチャートとか、これ18ページですね、マンマシンチャートとか、こういうの問われたんで、こういうのをしっかりとですね分析して、でですねで段取りがいのところがこうフォーカスされて、なんかこうなってるとか、でよく見ると人の作業、で街が多いな、で機械も街が多いなと、で人の街と昼休みと、なんか機械の街もかぶっちゃってると。 人間が休んでんだったら機械は自動で動いてくれてもいいですしかその辺がなんかうまくいってない感じがするんでこういうのがちゃんと分析できる感じにやっぱなってほしいとだからこういう図を見て考えさせる問題も結構多いんであの日頃からちょっと慣れとく必要があると思いますなのでこういう過去も今回のこの題材もかなりいいんでこう図を見て何を思うかっていうのはやっぱりこう本番一発でいきなりできないんで あの事前に慣れとくとでこの問題もこの図を見てです、ね、どこに無駄があるかなとで人,人からしたらです、ね、あのほとんど街なんですよねなこの人何やってるのかなっていうのはあるんですけど街が多いっていうのはとにかく無駄なんでよくないで段取り作業そのものも長いでなんかもっと短縮できないかなと外段取りできないかなとかもっと時間自体にきゅっと圧縮できないかなともそうですし人が休んでるときは機械は動いてる状態にやっぱしたい ですし自動運転ですよ、ね、まあその辺がしっかりとやっぱ書ける必要があるかなという感じですね。まあそんな感じでですねちょっとちょっとうん見れてほしくてでここが問題になってるのが第2問なんですよね。19ページで言うと第2問で作業作業なら図2を分析して作業方法に関する問題点改善策をまあこう考えてくださいねと。 という問題で、ちちょょょっっととこのの評価 A の人だけちょっと見,見ましょうかねで28ページですね、問題解説冊子の28ページの方の評価 A の人、丸1の回答の A の人で、第2問ですね、で問題点はで、金型の外しとか置き場への移動と取り付けとか移動とかで、段取りの長さとかが問題になっているよ。段取り時間そのものが長い。 で金型の置き場の混在で、まあ、場所が決まってない整理整頓ですよねの部分がいまいちされてないですとっていう話をちゃんとしっかりしていただいて、まあ、問題点の指摘ですねが明確になってますで改善策はで金型移動の、まあ、内段取りの外段取りかとか、まあ、この辺は知識ですよね一次試験の知識でじゃあ段取り作業の改善は内段取りとか外段取りの話この辺がパッとやっぱあの分かってる理解してるでさらには応用して使える状態ですね 外段,外段取り、わざわざ機械止めてやんなくてもいいよねっていう作業ですね、これはもう機械が動いているうちに外段取りして準、事前に準備しておく。で、いざ機械がと止めなきゃ絶対できないところだけを内段取りとしてやるってことですね。まあ、そうすればあの、作業時間も短縮されるはずだと。っていうことですね。だから、このさっきの図でいうと、この待ち時間の間にもっと段取りのじゅ事前準備でできることはや,やっておきましょうってことですね。 この機械が動いてる隙にこどうせ待ち時間があるんだから段取りの準備でなんか金型を置き場に移動するとかわざわざ機械,機械止めてやる必要ないですよという話ですね次に使う金型を持ってくる作業とか、まあ、そういうのは別に機械止めてからやる必要はないと動いてるうちに持ってくればいいじゃんという話ですねでこういうことが書けたりとかで材料投入の効率化とかでなな流れ 線分析ですねで、金型置き場の位置でもっと効率的な位置に置くとレイアウトを工夫するとで 5S の徹底ですね、まあ、こんなことが書かれてますだからかなり1.5次知識の応用でしっかり書けてるような形になってるんでちゃんとですね診断士で学んだ知識をこうやって論述に応用できているとっていう、まあ、結構いい回答ですねただし段取り以外の話しかしてないんで段取り以外の観点も、まあ、あるはあるんだよね あるはあるんでもうちょっと段取りがメインになってもいいんですけど段取り以外の話も書けてくれると一番ベストだったかなっていうところが、まあ、ちょっと課題としては残る感じですけども、まあ、評価 A としては、A、あの悪くないかなという感じですね、まあ、そんなようなことが書ければ OK ということで、まあ、なんとなく見えてきたと思いますでポイントはとにかく出題者の要求に合わせる。 でそもそも出題者の要求が何なのかを正確に捉えている状態になっていることですね。でそこに対してちゃんと一時知識を応用した状態で論述ができている単なる予見文の抜き出し転記するだけじゃなくてちゃんと考えた回答になっているとでそれは一時試験で使った知識を応用した形で考えているってことですね。っていう状態。 で一番重要なのがそれを分かりやすく単文でコンパクトにシンプルにわかりやすい日本語で伝えることができている状態ですねでこれができていればまあ基本的にはあの評価は高いという状態なんで、まあ、やるべきことっていうのはまあ,あのシンプルで今までの学習の中でやってきたことをまあさらに応用すればいいということはあると思いますでただしそれを具体的に自分のこと 答案の中でこうそれができるかどうかっていうのはやっぱり個人差が発生してくるんでそこはポイントなんですよねそこをやっていくためにはじゃあそもそものやっぱあるべき姿というかっていうのをしっかり見定めてでここをやっぱ目指していくんだっていうのを作ってそのやっぱり目指すべきところ到着地点が見えてないと学習方法も結構ブレちゃったりするんでこれを目指していくっていうところをしっかり明確に作り上げてでそこにこう 向かっていいくという感じですね、まあ、それをやって欲しいいなと思いますでそこをやっていくためにはっていうので結構独学だけだとやっぱり難しいところがあるんで、まああのー、ぜひですねで、まあ、こ,こ,ここから先ちょっと私の宣伝になるんですけど、あのー、私も道場を企画してますんで9月に道場があってで、まあ、3連休ある時ですかね145616日ですかねで事例1、2 3の まあ原則原理原則をお伝えするようなあの道場をやりますしその後事例4の方ですねで計算特訓も含めた事例4の方のまあ道場もやるんでぜひという形であのまあどういうふうに具体的にじゃあ学習していけばいいのかっていうところをまああの講義形式でやっぱしっかりとお伝えはしていきますんでまあ完全になる完全なる 宣伝っっぽくな,なっちゃいますけどちょっと皆さんのためにですねちょっとここはあのぜひチェックしていただきたいなと思ってますんで16日と23日ですねここでちょっと16日の方が事例1日3で23日の方が事例4ですねでじっくり1日かけてですねやっていくんでちょっとどうしても 今日1時間だとちょっとお伝えしきれない要素があまりに多すぎるんで、まあ、この辺はちょっと講義の方でちょっとフォローしていきたいなというふうには思ってます。ということでちょっとあのバーッと。 喋ってきましたが、まあ、一応、ちょっと時間厳守と言いつつも、ちょっと10分オーバーしちゃいしまったんですけども、一旦ですね前半全体としてのお話としては、ちょっと以上とさせていただいて、まあ、なんかですねこのあと質問とか、なんかあれば、で相談でもなんでもいいんで、なんかあればですね、あの、まあのま私も残ってますんで、していただければなというふうに思います。じゃあ、本日は以上となります。じゃあ、どうもありがとうございました。